1月8日、誕生日です、バースデーの特典がある川場スキー場に来たんですけれども、すごい雪です。スキーボードって板が短い分ちょっと浮力がなくてパウダーとか新雪とか苦手なんですよ。せっかくの誕生日でこんだけ雪降ってるんで、パウダーの中でいつもやってるグラトリがどれぐらいできるか試してみたいと思います。ただパウダーって言ってもね、ゲレンデのコース外とか滑るわけじゃないんで、あくまでゲレンデに残ってる、まあ、パウダーだとか、なんかモサモサしたああいう感じのとこでやっていきたいと思います。やってみました。グラトリって結構周りから目立つけど多分全然目立ってなかったと思うんですけれども、まあ、やってる方はそれなりに楽しかったです。もしやることがあったら、まあ、ただでさえ足取られやすい新雪パウダーそんな感じなんで、十分に気をつけて自分が確実にできるグラトリで楽しんでみてください。